今日は2月16日です、時間はちょうど11時ですね。11時をちょっと過ぎたぐらいです、気温は7度です。なんとなくポカポカした感じです。京都は少し雨降ってたんですけども、高良町はいいお天気です。今日はラッキー。どのぐらい進むか分かりませんが、頑張って作業したいと思います。今日は昨日と打って変わって、ちょっと気温が低くて風があり、寒いです。あの雨がどうなったかちょっとチェック、あと家の中どうなってるかチェックイットアウト。はい、まず水は1階はちょっとこの辺が濡れてます。ここもちょっと濡れてます。はい、2階はどうなったかチェックイットアウト。2階は大丈夫ですね。頭ぶつけた。ちょっとこの辺が水を出ます。あ、これが飛んでます。風が強かったやな。2階にあったこういう、2階に置いてあったこれが飛んできます。ちょっと水がある。あ、2階どのぐらい水が溜まってるか。この辺が、おお、このタープが風で飛んでしまってます。んで、いやー、ちょっとこの辺水が、まあいいか。まあ水が、このぐらい降ったよな。これを見るとだいたい1センチか2センチぐらい水、雨が降った感じです。あ、こっちのタープも、こっちもこう上に入ったみたいですね。すごい。すごいな。倒しております。あ、これが倒れてここに傷がつきました。ずっとこう傷がつきました。えらい、こっち、あ、こっちも傷がついております。なんということでしょう。傷がついた。はい、しょうがないです。風が強いですが、お昼になりましたので、一人弁当を食べたいと思います。昨日も泉屋で4割引きの弁当を買いました。あの時間になるともう弁当が安くなっております。今日のお弁当の内容は、この1ドル50のおにぎりです。
これは中ツナマヨと鮭が入っておるおります。でからもうこれ4割引きで1ドルもせえへんねんな。これあとこれは何、お寿司の詰め合わせがありました。大阪寿司の詰め合わせ、4ドルの4割引き、だいたい2ドルぐらいな感じですね。以上、温めて食べます。あとはリンゴを洗って、持ってきました。それではチンして食べます。この屋根の部分を作ってます。こうやってガイドを作って、ここで、正確に、トラストみたいなものを作ります。はい、今の時間は3時頃です。はい、トラストが5本できました。これをちょっと上に持って上がってフィットするかどうかをチェックしたいと思います。はい、5時になりました。もう疲れたから帰ります。これ1個作るのに1日かかりました。あとは全部寸法間違いです。でもまあアジャストしたらいけます。今日はもうこれで帰りにコンパネ6枚買って帰ります。以上です。今日も無事に過ごしました。 Thank you for watching.